安倍総理大臣は今日連続在任日数が2798日となり佐藤栄作元総理に並んで歴代最長となりました。安倍総理大臣は2012年に政権に復帰してから経済政策アベノミクスや外交に力を入れ5回の国政選挙で勝利し安倍一強といわれる基盤を築きました。2015年には憲法解釈を変え集団的自衛権の行使を認める安保関連法を成立させました。最近では新型コロナウイルスの対応をめぐり支持率が低迷しているほか健康不安説も浮上し今後の政権運営には不透明感が漂っています。